こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米国で大統領選挙真っ最中の中、世界情勢もまた変化していくことになっている。対中政策をギリギリまで考えていた英国。しかし香港情勢を目の当たりにし、英国もまた対中政策へと変化した。英国軍所属のクイーン・エリザベス空母もまた、米国とのクロスデッキを締結し、現在空母での F-35B 戦闘機のミサイル攻撃訓練を行っている。このクロスデッキは日本にも導入予定なので、護衛艦いずもの模範となる仕組みとなる。日本に F-35B ステルス戦闘機が納入されるまでまだ時間があり、岩国基地配備予定の F-35B ステルス戦闘機が護衛艦いずもとアメリカ強襲揚陸艦と艦載機となるだろう。また岩国基地配備される F-35B 戦闘機の数も F-18 戦闘機と入れ替えるなど増強される予定だ。では今回クロスデッキでの運用を先に行っている英国軍空母クイーン・エリザベスの訓練を詳しく見ていきます。流行り空母の上では F-35B も迫力を増しますね。2020年9月、イギリスの航空母艦クイーン・エリザベスではアメリカ海兵隊とイギリス空軍の両軍に所属する F-35B ライトニングに戦闘機が共に同艦を母艦とするクロスデッキ運用を開始した。今回クイーン・エリザベスに収容されたのはアメリカ海兵 VMFA-211 ザ・ウェーク・アイランド・アベンジャーズの6機とイギリス空軍第617飛行隊ダムバスターズの8機の F-35B ライトニング2戦闘機だ。クイーン・エリザベスでの米英両国によるクロスデッキ運用は来年2021年に実施を控えた同空母初の海外派遣任務に備えた最終的な準備段階と考えられ、注目を集めている。アメリカ海兵隊自体はすでに自国の強襲揚陸艦において F-35B ライトニング2戦闘機を運用中だが、クイーン・エリザベスのようなスキージャンプ方式の初艦は今回が初となっている。逆にイギリス空軍の第617飛行隊ダムバスターズは F-35Bライトニング2戦闘機の運用そのものが初であり、そのノウハウや飛行技術等についてアメリカ海兵隊から学ぶとみられる。クイーン・エリザベスとその米英の艦載機は2020年10月4日から15日にかけて実施されるイギリス主催の多国籍軍事演習ジョイントウォーリアー2020への参加を実施した。今回のジョイントウォーリアー2020はスコットランドの沖合である。北海で実施され、米英両国以外にエストニア、オランダ、カナダ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フランスなど NATO 主要国が参加している。ジョイントウォーリアー2020演習へは各国の合計28隻の水上戦闘艦などや2隻の潜水艦、81機の航空機が参加する規模となっており、投入される要員数の合計は延べ6000名を
数えるものとなった。この中で、クイーン・エリザベスのイギリス空軍第617飛行隊。ダムバスターズは、F-35B ライトニング2戦闘機による初の、精密誘導爆弾での対地攻撃訓練を行ったと報じられている。また、クイーン・エリザベス自体も、敵軍機に見立てた航空機に対する防空戦闘訓練を実施したとされており、戸艦での防空体制の確認や随伴する友軍艦艇との連携を試したものと想定される。今回の訓練においてはクイーン・エリザベスそのものの米英両国によるクロスデッキ運用に加えて、その空母打撃群を構成する艦艇にもイギリス海軍以外の艦艇が当たる合同演習が行われたという。具体的には母艦であるクイーン・エリザベスの防衛にアメリカ海軍駆逐艦のザ・サリバンズやオランダ海軍フリゲート艦のエベルソ船が従事し、NATO 内での連携強化も図られた。クイーン・エリザベスに収容された米英の航空隊は、艦載機である F-35B ライトニング2戦闘機を昼夜を問わず、さらに悪天候下での離着陸を訓練したほか、飛行甲板上での兵装の換装など各種の訓練を実施した。前述の F-35B ライトニング2戦闘機による精密誘導爆弾での対地攻撃訓練には、アメリカレイセオン社製の新世代の GPS、INS と、レーザー誘導の2種類の誘導方式が可能な PayWeb4 が、使用されたという。ちなみに、この PayWeb4 は、従来複数の種類の爆弾を多摩体として、利用できた仕様から、アメリカのダグラスエアクラフト社製の MK-82 500ポンド汎用爆弾のみが使用可能な形式に改められている。また、今回のジョイントウォーリアー2020演習においては、参加した潜水艦を使用した対潜戦闘、対水上艦戦闘などの複数の内容が実施されており、同地域における対ロシア戦を念頭に置いたものと見受けられる。旧ソ連の崩壊以後、一時的に消えかけていた NATO 加盟国への軍事的脅威が、ロシアの軍備拡張によって再び警戒される現状において、ジョイントウォーリアー2020演習は強固な抑止力を示したものだろう。しかし、クイーン・エリザベス自体は、来年2021年には極東方面への派遣、つまりは対中国対策としての動きが濃厚だと見られており、ここで対ロシア戦に培ったノウハウを転用するとも言えそうだ。余談だが、かつて日本は少数派の捕鯨国として軍事的には西側に連なる国であるにもかかわらず、こうしたイギリス・アメリカなどの NATO 加盟国から反捕鯨の要求を突きつけられ、政治的に押し込められていた。日本は2019年6月にはこうした状況から国際捕鯨委員会を脱退し、独自路線を歩み始めたが、欧米を中心とする反捕鯨国の立場は今回のジョイントウォーリアー2020にも多少の影響を与えた。というのも、ジョイントウォーリアー2020にはスコットランド、
グラスゴーのイギリス海軍ファスレーン基地から潜水艦が参加するため、周辺海域の北トックリクジラの保護を目指し、安全な海域への誘導が試みられたのだ。この試み自体は失敗に終わり、北トックリクジラを追い越した海域に誘導することはできなかったというが、こうしたクジラを特別視する感覚は、なかなか日本などではキーに感じられるというのが正直な感想だ。